セガサミーホールディングスセガホールディングスセガゲームズリュウガごとくスタジオリュウガごとくスタジオはセガのコンピュータゲームを開発する社内チームである2011年8月31日に設立セガ第一 CS 研究開発部の部内スタジオである主にアクションアドベンチャーゲームを開発しスタジオ名でもある代表作のリュウガごとくシリーズのほか、 スーパーモンキーボールなどのタイトルも手掛けている。また、独自開発のゲームエンジンに、ドラゴンエンジンがあり、竜がごとくろ命の歌以降の開発タイトルで使用されているだけでなく、バーチャファイター e スポーツなどの他部署の開発タイトルにも採用されている。本格的な人間ドラマが味わえる作品を想像し続けるクリエイター集団と位置づけられており、 同スタジオを形容する際にこのコピーが使われることが多い。2021年10月、制作葬式の名古屋実ノ用とスタジオ代表の佐藤大輔がセガを退社したことに伴い、新体制に移行。新たに横山正義がスタジオ代表、制作葬式となった。括弧内は日本における発売日と対応機種。一部タイトルの XBOX1 版と PC 版は、 国内においても海外向けの作品名がそのまま使用されている。ありがとうございます。